皆さんこんにちは、ケワイシヒデです。今日ですね、出会いのないというね、出会いなかなかいい出会いがないというね、そんなあなたに、メッセージです。まずですね、やっぱりやってもらいたいことがあります。そのどんな人が理想なんですかということです。あなたのその理想の男性像、それをですね、まずきちんと頭の中で浮かべてもらいたいと思いますね。例えば身長がこれぐらいの人がいいなとか、例えば太身がいいか細身がいいかとかね、それとどんな仕事をしているのが理想とか、まあ年収とかっていろいろあると思うんですね。で、その理想のあなたの、まあ、理想をちょっと描くぐらいは描けると思うんですね。描いた上で、じゃあその方に好かれるために自分ってどんな風なメイクで、どんな風なお洋服を着てて、どういう風ないわゆるその、まあ、女性で言ってたら好かれるやろうかなって想像してもらいたいんです。そうしますと、それに向けて自分もやっぱりメイク、まあ、エレガントってエレガントメイクでやるし、まあ、キュートが好きな男性っぽかったらそういうキュートっぽいメイクもやっぱり やれるようになる時だよわけですね。で、そういうようなことをしているうちに、いわゆるその男性の、まあ、理想像があれば、そういう人と出会っていくような感覚にやっぱり陥っていきますよね。イメージしてますからね。そうすると自然とそういうふうな現実に、まあ、そういう人が現れるわけです。で、しかも現れるようなところにですね、やっぱり自分も行きたくなるわけですね。だから結果的にはですね、まあ、出会ったということになるんだけど、実は自分が会いに行ってるということなんです。だから、今からですね、まずその具体的にどんな人と会いたいか、どんな人の、男性と出会いたいかということをですね、きちっと頭の中で明確にしてイメージして、それからそんな人はどこら辺によく行くんやろうなというイメージをしながら、そういう場所に出かけて、出会いの場所に出かけて、その時にはそういうメイクをして、ね、そういうふうにして、まあ、行動してみればですよ、家でずっといてることを思ったら、それはどうでしょう、確率的に上がるんじゃないでしょうかね。ということで、まずは行動してみてください。それが早道でございます。ということで、頑張っていい出会いをね、見つけてもらいたいなと思います。それでは、またお会いしましょう。ケワイシヒデでした。